ピッサヌローク FC は、太陽国のピッサヌローク県をホームタウンとする、サッカークラブ。2007年にタイディビジョン1リーグに加入。2008年は再開に終わり、リージョナルリーグディビジョン2への自動降格が決まった。しかし、タイプレミアリーグからディビジョン1への降格が決まった、バンコクバンク FC が、リーグからの撤退を決めたため、プレミアリーグからの降格チームが一つ減ることになった。 そのため、2009年のシーズン開幕前に降格が決まっていた、第4チームによる残留プレイオフが組まれたが、1回戦で、ナコオンサーン FC に1から2で敗れて降格が決定した。ディビジョン2では北部リーグに加入。2011年に北部リーグで初優勝。2012年と2013年は準優勝した。2013年は、 チャンピオンシップのグループ A で準優勝し、ディビジョン1 a の復帰を決めた。グループ B で3位のアントーン FC との3位、決定戦プレイオフではホームでの、第1戦は1から2で敗れたが、アウエーでの第2戦は2から0で勝ち、逆転勝利した。ありがとうございます。